えー、2023年通関試,試験、えー、分析会の方を始めたいと思います。えー、私はタック通関試験講師の尾貫と申します。よろしくお願いします。はい、えー、星野と申します。よろしくお願いいたします。はい。で、えー、本日はですね、あのまあ通関試験回答とまああの分析といってもですね、えー、全部詳細にっていわけにはちょっといかないんですけども、あのま気になるであろうところですね。 えー、こんな感じでこういう答えですというふうなことで、えー、お伝えしていきたいと思っております。で、まああのー、最後にですね、えー、総評は私から申し上げますが、最初は通関業法、関税法等につきまして、はいえー、星野先生の方からね、はい、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、えー、それではよろしくお願いいいたしますはい、お願いいたします。 はいえーとそれではですねえーとお待たせいたしましたえー、それではあのえーと私の方からまずあの通関業法の方からですねえーと解説させていただきたいと思いますが。 あの通関業法についてはですね、いかがだったでしょうかね。まああの特になんか、えーとね、この辺がですねちょっとこう、えー、難問だったっていうようなものは、まあ特にちょっとああのまあ、見つからなかったのかな、見つからなかったのかなっていうね、そんな感じはちょっとしています。で例えば、ああのまあ、このですね、えっ、ー、と五軍選択問題なんですけど、えっ、ー、と第一問のところが用語の定義がこうねあの出ていて、えー、それから、あの えー、第2問のところもですね、えーまあ、通関業務と関連業務に関するものとか、ま,あ、まさにあの通関業法の一番最初でこうあの勉強していくところでしたよね。まあ、このあたりなんかはですね、えー、非常にあの、まあ、あの得点しやすかったところなのかなっていうふうにはね、ちょっと思います、まあ。第1問とか第2問あたりですよね。で、それから他の5分選択についても特になんか、あここはちょっと難しいかなっていうのは、特にまああのなかったのかなっていう、ねえー、感じはします。 で、それから、あとはですね、あの、改正点についてなんですが、えっ、ー、と、例えば、あの、今年も改正ポイント出ましたね。で、例えば、あの、えっ、ー、と、このですね、第9問なんですけどね。で、第9問のところの、まあ、足の、えっ、ー、と、まあ、5番のところなんかは、あの、はい、えっ、ー、と、まあ、法律、はい、えー、法律改正点のね、あの、講座なんかでもちょっと触れたところに、えっ、ー、と、 通関業法的にはまあ影響なかったのかなというところではありますけどもね。で、え次にちょっとね、関税法にいきたいと思うんですよね。で、えー、とじゃあすみません、関税法にちょっと,、えー、と切り替えていただいてもよろしいですか、ねはい。むしろ、あのー、皆様ですね、関税法、えー、ですよね、についてあのちょっと気になる、えー、方が、えー、多かったのではないかと。 思います。2時間目の関税法がですね、まあ、ちょっとここ数年、えー、結構あの細かい問題を出してきていたりはしますけど、えーとね、ちょっとまあ気になったのがですね、5、え、分、ー、選択で言うと、まあ、第2問。 とえー、と第4問あたりがちょっと細かいところから出されていたりしたんですよね。あとは、えー、それ以外のところですと、えー、第7問とか、えー、第8問とかですね、あとまあ第18問とか、まあ、その辺がちょっとこれは、えー、と悩むかなっていうね、まあ、そういうところでした。で、えー、と最初にあの、えー、と第、えー、とまあ2問のところなんですけども、えー、と第2問のところがまあ関税の確定と、 あの農夫に関する問題えですよね。で、えーと、この辺なんかもですね、えー、と特にあの、えーとまあえー、最初の方はですね申告、まあ、納税方式の定義でいいんですけども、あの下の方なんかのはね、えー、ちょっとあの最後の例えば空欄の方なんかが、えー、とこれあの、えーと 延滞税に関する規定を今適用するとかですね、えー、とそれからあのその辺のところなんかがね、まあ、ちょっとあの悩ましいところだったかなと、であとはあの、えー、と空欄の2のところが、えー、とこれはまあ納税告知書ですよね、えー、と10番のところの納税告知書というのが入ったりするんですけどね、これのところは通常の講義なんかでもあ,のあまりちょっと深くやらないところであったのでね、ねちょっと悩んだ方もいらっしゃったんじゃないかなと思っています。 それからもう一つがあの第4問ですよね。で、えっ、ー、と、第4問は、えっ、ー、と、これ、あの、えっ、ー、と、用語の定義っていうタイトルなんですが、特にあの、この3番のところですかね。で、この3番のところの、えっ、ー、と、例えば、あの、えっ、ー、と、空欄の一番最後のところですかね。 えー、このあの,法のところで、えー、これはの、えーとねまあ、ちょっとあのかなり細かかったし、まあ、こんなところですね、普通ちょっと出してくるかなというところがあるんですけど、でこれはの、えーと、一応、まあえー、と通常の,、ね、あの貨物、まあ、の別,あの別表の不表台地の えー、中でも、えーと、この一部のアルコール飲料と、それからもう一個、法については、まあ、個別の税,税率が定められていて、それが15%なんだということなんですが、まあ、選択肢を見るとですね、えー、丸1番のまあ加,熱加熱式タバコか、丸2番の紙巻きタバコかですね、えーまあ、丸13番の葉巻きタバコかっていうところなんですけども、一応あの答えとしては、丸1番だったんですよね、あの加熱式タバコっていうのがあの、まあ、ちょっとね、あの まあちょっと私もまあ詳しくないですけどね、ねたばこについてはね、まあ、加熱式たばこって近年ね、愛用されるようになってきますよね。えー、これがあのちょっとまあ追加になったっていうところなんですね。えー、それからあとはですね、あのー、第、えー、と7問、8問、えー、あたりもちょっと難しかったので、ちょっと一言ずつちょっと触れますと、えー、と第7問がまあ脳期限なんですけども、足の一番ですよね。 で足の一番については、えー、とこれ、正しいんですけどね、一応あの、えー、と特例申告書の提出期限が、例えば、これ、えー、休日ですよね、土日休日といえば、税関さんもお休みです。で、えー、とそ,のそ,その時って、原則はあの、まあ、申告は行,な行えないわけですよね。 でえー、その場合は、やっぱりあの伸ばしてあげないとですね、えー、とそのあとにこうしてあげないと、えー、翌日にしてあげないとね、やっぱりあの、えー、とこうその前、例えば、えー、と提出期限が土曜日だった時にね、えー、とその前の金曜日だってなっちゃうと、期限短くなっちゃうので、一応その翌日が納期限、ごめんなさい、提出期限ということになっていますよね。 それから、あとはあのこの、えー、と2番のところですか、まあ、これもちょっとまあ聞いたことないというところだったと思いますけど、あの2番のところもです、ねえー、こんなのちょっと聞いたことないというあのところだったのではあの、えー、ないかとあの思うんですけども、でこれもですね、あのえー、と一応あの、こんなの、ね、通常、えー、聞いてくるかなっていうところなんですけども、一応これ、あの7日じゃなくて、ですね1月っていうのがちょっと正しかったとっいうことなんですね。で えーと一応あの、この数字のところを、ね、ちょっとこう聞いてきたという、ねあの、そういうところになります。ちょっと非常にこんなのね、知らないよねという感じではありますけどね。であとはまあ第8問のところなんですけど、で第8問だとまあ足の3番が、ね、あのちょっと細かかったのかなという感じがあのしますで、えーと。この足の3番なんですけどもね、ね、えー、コンテナに詰められた状態で、 えーと保税地域に搬入される貨物があると。で、えー、そしてあの、えーと、その場合なんですけどもね、えー、と一応あの、えーと、検査ですよね、については、えー、搬入前にできるんですかねっていうところなんですけども、一応あの、輸、えー、出者からの申し出があればできるんですかっていう、ね、あのことなんですけど、えー、とただあの、 えーと輸出者が事前に申し出ただけでできるんだったら、なんかね、あのえー、となんていうんですかね、なんかこう支障があるような貨物でもできちゃうことになるとね、やっぱり不都合なので、まあ、そこであの、まあ、これはちょっと聞き流していただければと思うんですけどね、一応、補、えー、税地域に搬入前にやってもやっぱり支障がない貨物であるとか。 それからあとは仕入れ所から、まあ、あのはっきりね、こういうものなんだって分かるようなものでないとやっぱりダメなんですよね。ということでこれ申し出があることを思ってってあるけどこれだけじゃなくて、えー、これ以外にもね、えー、と一応貨物がはっきり分かる。それから、えー、搬入前にやっても支障がない。そういうあの条件付きであるってところなんですね。えー、それからあとはですね。あの 第18問もちょっと触れておきたいと思うんですよね。で、えー、これもちょっとあの難しい問題だったです。で、えっ、ー、と、第18問があの、えっ、ー、と、まあ、関税の徴収担保、ですね教託関係というところだったんですけどもね。で、えっ、ー、と、これについて言いますとね、えっ、ー、と、そうですね、えっ、ー、と、まあ、足の5番なんかですかね。 足の5番なんかはあの、こんなのちょっとね、なかなか正解するの難しいんですけど、あの税関が、えー、となんかこう質問検査をする場合ですね、まあ、輸入者に対して、えーとまあ、一応書面によって通知をするんだけど、一応これはあのこれこれ答え罰なんですけどもね、で、この答えが罰な理由としては、この調査を行う理由っていうのが、えー、とこれは、えー、とお知らせするですね。あの 項目に入ってないということで、まあ、こんな非常に細かいところを出してきたり、それからあと、そうだな、もう1点だけ、足の4番なんかは、えー、とこれあの、7、え、県、ー、っていうのがね、えー、とその、えー、と担保のですね、あの教託に変えることができるって規定がないとかね、ちょっとこの辺なんかはね、正解するのが難しかったのかなっていうね、えー、そんな感じはします。 で、えっ、ー、と、あとはまあですね、まあ細かい足も多々あるかとは思うんですけどね、まあ、こういう今挙げたような、えー、ところはね、あの、ちょっとまあ、えー、なかなか正解するのは難しいと思います。ただ、それ以外のところをですね、あの、確実に。 あの正解してていいっでですすねねたただけたらと思うんですよ、ね、例えばあのさっき挙げたあの足の、えー、ごめんなさい五群選択の第4問なんかは、えーね、あのさっきの加熱式タバコは難しいけどそれ以外のところをな、ね、んとか正解していきたいかなっていう、ね、あのところになります。 近年、ちょっと関税法が、ねまあ、こんな形で、ちょっと細かいところもいろいろ出されていたりはあのするところなんですけどもね、はいえー、と一応あのあの、まあ、できない問題はもうまあちょっとしょうがないと、でそれ以外のです、ね、解ける問題をあの確実にあの解くことが、ねまあ、ちょっとあの重要であったのかなっていうね、あのそんなところではあります。 最初に5分選択で難しいとね、ちょっとなかなか大変だと思うんですけどね、まああのえー、そういうところをちょっとまあ飛ばしつつですね、あのはいまあ、確実に解いていただけたらというね、そんな感じでした。そうだ、えー、と皆様ね、あのえー、と一応タッ c の,、えーのね、ホームページの方で、えー、回答をちょっとお知らせはしておりますが、一応あの今日ですね、あのちょっと今、画面に映しておりますけど、えー、通関業法の回答としてはまあこんな感じですよね。はい、あのこれは、まあ、あの当,日当日もちょっとお知らせした。 ですね。あの、えー、内容になりますね。はい。で、えっ、ー、と、通関業法については、特に、まあ、大丈夫だったのかなっていうところですよね。で、えっ、ー、と、次に、あの、関税法、税法大丈夫です。えっ、ー、と、これですね。はい。で、えっ、ー、と、関税法ですけど、まあ、今挙げたような。 ところをですねさっき挙げたような例えばあの第2問で言うと「法なんかがまあちょっと、ね、加熱してた僕のあたりがちょっとまあ難しかったとかねいうのがありますけども、えー、解けるもんだよねまあ確実に解いていただけたらというねそんなところですかねはいはいそれではねあの続きましてあの、えー、通関、えー、実務とねあの全体の公表じゃあ小き先生の方にお願いしたいと思いますのであのしばらくお待ちください はい。えっ、ー、と、それではですね、えー、通関実務について、私の方から申し上げていきたいと思います。えっと、最初にですね、えっと、当日、あ、これ、ホームページの方には載っかってるんですけどね、えぇ、ー、星野先生からね、ご紹介ありましたように、なんですが、えー、試験当日に実務の回答をあげてないんで、ちょっとまずは移してみたいと思うんですけど、えぇ、ー、移りますかね実務の回答。ですね。えー、っと、このような、 形となっております。えー、はい。まあ、全体映ってないですね、これね。えー、っとね、特にね、第1問輸出申告では D と E のところがね、もしかしたらあれって思った方いらっしゃるかと思うんですけどね、これはコメントします、後でね。で、まあ,あ、第2問輸入申告書、このような形ですね。まあ、あの、繰り返しますけど、ホームページの方でもこれはご確認していただけるので、えー、はい。 で、以下、第三問から七問までですね。で、計算問題ありまして、卓越式ですね。ゼロ回答なかったですね、卓越式のね。ドキドキゼロあるんですけどね。はい。このような形となっております。で、あとは、あね、見ていきたいと思います。中身ですが。はい。ありがとうございます。で、えっとですね。まずね、えー、ゆすの申告書になります。<laughs> で、最初の、 輸出申告の問題はね、えー、あの、衣類でしたよね。えー、衣類とか、まあ、<laughs> 衣類だけじゃないんですけど、衣類付属費回してね。そして、えー、第2問輸入申告が、まあ、食材ということでね、王道来ましたよね、ここはね。えー、なんですし、さらにね、<laughs> はい。さらに、あの、特にこの第1問なんですが、えー、過去にですね、 あの出題してきました、えーまあ、輸入の方で出題した問題があったんですけどもね、あのーえっと、ですね62類の中ですね、62.10項というのがありましてね、まあ、女子用のレインコートかなんかで出題したことがあったんですけども、ねえー、6202かなと思いきや、ねえーまあ、いわゆる一定の,、まあ、あのプラスチック系の繊維から作っているので、 6210でした。残念でしたっていう話があったわけなんですよね。で、これちょっとね、そこの部分だけ最初にね、この問題でも目玉になってたんで、えっと、別冊を写しますね。別冊のね、62類のところになるんですけど、えー、とですね、別冊の3ページ目ですね。これを開けてみていただきたいんですよ。まあ、いろいろあったんですけどね。えー、62類ですね。 ここにですね、62類中の6ってやつがあります。ですね。で、6210項や他の項に同人族すると見られる衣類が、こっちだと。こういうことを言ってるわけです。で、62、えー、まあ、6202のところにですね、今回のね、えー、貨物でもありました、えっ、ー、と、アノラックっていうのがあったんですよね。 1>, 1つ目、2つ目の貨物になるんですけどね、あのラックで。で、これについてですね、過去1もあのラックで、2もあのラック。で、過去には女子用なんですが、過去1の方は、えー、男女区別がないというものなんで、これまたね、これはもう基本知識になるかと思うんですが、どっちか分からなければ女子用でいくと。 なので、二つともここじゃないかというふうに思ってしまうところがあるんですが、えー、以下進めていてて、6210項を見たときにね、6210、これが注目なわけですよね。で、今回関係してきましたのは、あの、カッ二2の貨物なんですが、59.03項の織物類から製品にしたものに限ると。この記述がありましてね、これ問題文も見なきゃいけないんですけども、 括弧一1のあのラックはですね、まあ、あの、括弧一1、弧二2っていうのは勝手にあの番号を付けさせてもらってるんですけどね、仕入れ所上の貨物、1番目から6番目まであったんで、括弧一1から6と番号を付けたものとしてね、1つ目のあのラックはですね、5407校から作ってると言ってるんで、これに該当しません。でも、括弧二2のあのラックは、5903校の織物類から作ってるので、こっちになっちゃうんですよね。<laughs> したがって、 カッ1のあのラックはですね、えー、62.02でそのままでいいんですけど、カッ2のあのラックがこの62.10に来ると。これをね、ちゃんとしないと、あれ同じになっちゃったよとかね。で、ドイツ番号で合算とかやっちゃったらまずかったわけですよ。すべて間違うというね、恐ろしい問題。でもね、こういうの見ると過去問の重要性ですよね。 このネタというか、この話はですね、もっと厳しい形で過去に出題しています。ねえー、何年か前です。ですね。なので、あの問題をやっていれば、あれかということに気づけたかと思うんですね。それからね、別冊でいくつかありまして、ちょっとページ戻りますけど、<coughs> あの、千住毛というものについてですよね。ここにね、別冊の、えー 1>, 1ページ目になりますけどね。用 <laughs> 毛はわかるんですが、51類をわざわざ挙げてくれててですね、えー、中の1の B ですね。先住門ですね。で、今回、過去3番目のショールの中に、アルパカとかですね、えー、アンゴラヤギの毛というものが出てくるんですよね。で、これが先住門なんだということをね、ここで分かってねって言ってるわけです。 まあね、カシミヤぐらいはもうね、先住網だと何度も出てるからね、えー、覚えてしまっている方がいいんですが、さすがにアルパカまで覚えてないですよね。ただ、よく見りゃここにあるっていうことですよね <coughs>。で、これが、まあ、あの、生きてきたりするわけです。さらに、ちょっと別冊ついで,ですからも、うもうちょっと見ちゃうと、あの、終わりにね、解説がやっぱりありましたね。えー、で、この中では、今回の貨物、ネクタイ、 ですよね。で、これがですね、<laughs> 6117校のその他衣類付属品のところにね、ショール、スカーフとかもあるんですけど、このネクタイがちゃんと入ってるっていうことですよね。で、さらにこの書き方から見てもですね、ショール、スカーフ、マフラーとかとネクタイはちょっと区別してますよね。カッコ1の方で、 ショールとか、これらに類する製品を言っといて、それとは別にネクタイと言ってるところもね、まあ、分類上のヒントにしてくださいっていう感じだったんですよね。で、以上のことを踏まえてですね、えー、見ていきますが。はい。これ、通関実務問題になるんですけどもね。はい。で、<laughs> あのー、この問題でね、<laughs> 3番目の貨物ですよね。カッコ3の貨物。これについて申し上げますと、シーレッシしますけどね。えー、これ、カッコ3とするわけですけど、ちょっと見えづらいですけどね。このアルパカとアンゴラが、これ、千十毛ということになるんで、で、この貨物がですね、結局、羊毛25と、 千十盲、十五足しましてね。羊毛または千十毛で40%あるんですよ。ね、ちょっと、こちら書きますね。羊毛または、えぇ、ー、千十盲。で、40%ということになり、ね、えー、これ、類としてはね、 51類ということなんですよね。で、こういうやつ、何類製品かをまず決めろということなんですよね。51類にいずれも属する、羊毛、先住毛が40%で実は一番多く、ね。まあ、綿、52類が30%。ナイロンは、まあ、人造繊維として54または55類ということになるんでね。あの、えー、51類の素材が最もたくさん入っているので、羊毛または先住毛製として分類を進めると。 こういうことになってきましてね。えー、まあ、これも過去に出ていますけどね。しっかり判断をする必要がありました。まあ、アルパカですからね。突然アルパカ言われてもね。えー、というところでしたが、今のように、まあ、種に見ていくということになりました。で、まあ、それがわかれば、この問題分類ができるかなということなんですが、まあ、あとは1点だけですね。これね。えっ、ー、と、2つ目の貨物とですね、 4つ目の貨物が価格がかなり低くてですね、これ、まあ、あの一応やり方あるんですけど、あのー、1552. 何が頭ドル以下になってきたくるとですね、少額だという計算ができます。これは、まあ、前のページのね、あの会場運賃8%のところを引き算して、えー、計算してみればということになるんですが、まあ、これ、少額合算なんですよ。 小額合算しましてね。その結果、10桁目 X となるんですよね。で、これについてなんですが、で、まあ、価格が大きいのは、わずかに括弧2の方が価格が大きいので、括弧2の番号でやるということなんですけど、これがですね、えっ、ー、と、番号、あ,あ、はい、ありがとうございます。<laughs> はい。番号で言うとですね、 10番ってことになるんですよね。統計品目番号の選択肢で言うとね。えー、X 付きでね。でね、これ、カッコ5番目の貨物が、これがね、2500ドルありまして、番号2番に分類されてくるんですけどもね。えー、っと、価格ですね。普通ですね。これはね、悩まれたと思うんですよ。もしかすると。あのー、 X がつくものが途中に来るってなかなか本来はね、ちょっとおかしいといえばおかしいんですけどね。もう、ただし、過去2過去4合算しますと、合計で3040ドルになっておりますよね。で、この括弧5番が2500ドルになるので、価格の大きさとしては、過去24合算の方が大きいんですよ。 で、あとはね、前のページしますけど、問題文の指示なんですけど、えぇ、ー、シルスの、えっとですね、4番のとこなんですよね。この指示です。えー、申告価格、上記1および2。このね、および2が入っちゃってるんですよね。で、合計額と言っていて、大きいものから順に入力と。これが問題文の指示だったわけなんですよね。そうすると、えー、上記1の、 同一、えー、番号を爆発んだけじゃなくて、除去2に書かれている、小額合算の時もひっくるめてね、とにかく価格でかいものから並べろという、この指示ですよね。これに素直にやっぱり従っていただく必要があったっていうことなんですよね。だから価格大きい順に並べるとなってくれば、ちょっと違和感めちゃめちゃあるんですけど、X がつく、ね、先ほどの括弧、えー、に、 カッコ4の貨物の小額貨算の部分が4番目 D に入らないとってことなんですよね。だから、あの、これ、先ほどのシーレーションもう一回移しますけど、この24合算で4番目に価格大きいので D で10。で、カッコ5番は小額貨物じゃないんですけど、えー、並べてみると価格一番ちっちゃいので E の欄に入るということで、これをね、えー、答えとさせていただきました。あのー、 まあ問題文の指示通りに行くと。やっぱりそれをね、えー、やるべきなのかなというふうなことですよね。これは悩まれた方も、えー、っていう方も多かったとは思うんですけどね、えー。以上、その点が輸出でありました。で、輸入についてですね。で、輸入は食材だったんですが、ちょっとね、今までにないようなことを入れてきましたよね。で、 これ、問題文の中で気になるところをします。具体的にはですね、えー、っと、えー、3つ目の貨物についての説明がね、輸入申告書されてありまして、えー、っと、皆さん問題をお持ちだとすると、7ページのところになります、ね。9番のところ、ご覧いただいたときにね、えー、これです。フローズンですね、ニュール。 以外ですね。以外。これなんですけど、冷凍なんですけどね。改革からを開くための必要な熱湯処理後に凍結と。で、機密よきりではないと、まあ、ちょっと言ってるんですけど、実はこれ関係なくなるんですけどね。あの、改革のために必要な熱湯処理後に凍結と。このことを言ってるんですよ。で、これで具体的には、 え、ね、熱湯を処理してるんでね、えー、16類の調整費に行くのか、それともただ冷凍の準備だけやったということで3類のままなのか、とっても気になりますよね。で、これについては実はやはり関税率表解説で説明があったということになります。えまあ、別冊の方になるんですけど、ちょっとそのとこだけは指摘しましょう。えー、っとね、はい。 えっと、こちら、別冊ですね。別冊映りますかね。あ、はい、ありがとうございます。すいません。えっとね、これ、あの、輸入の方の問題になります。まあ、あの、解説ですから、え、ちょっと後の方になるんですけど、えっ、ー、とね。はい、別冊の12ページ目ですね。 で、第3類の解説をしておりまして、最後の2 4のところですね、軟体動物について言っていて、改革のための、に必要な、熱湯処理のみを施したものについて、調理したものとは見なされず、この類だと、すなわち3類だと言ってるんですね。これがあるので、えー、まぁ、あ、カッコ3の貨物、ね、以外ですけどね、冷凍以外は、ただの冷凍以外として3類で良しと。 いうことになります。それからね、あとは、えー、っと、ラズベリー、ブルーベリー、今回出題してきていたわけなんですよね。で、えー、っと、カッ5の、まあ、ブルーベリーは冷凍なんで、フローズンなんで問題なしと。ただ、えー、っと、過去4のラズベリーがフリーズドライって書いてあったんですよね。まあ、凍結乾燥ってことですよね。だから、凍結乾燥というカッコ、えー 4番のね、ラズベリーが冷凍のものなのか、ただ単に乾燥のものなのか、やっぱり気になるところだったわけですが、ここでやっぱり解説がありましたね。で、えー、っと、乾燥のところですよね。はい。8類の解説ですね。で、乾燥という言葉を出してきたときに、 えー、凍結乾燥を含むここがあるわけですよね。だから、えー、凍結乾燥したラズベリーは、ただの乾燥ラズベリーとして分類すれば良しと。これで分けていくことができたかと思います。ねえー、まあ、そんなところでしょうかね。分類気になるところとしてはね、えー。で、まあ、あとはね、この問題全般に言えたことではあったんですけど、 まあ、とにかくですね、第2問。ね、えー、っと、仕入れシありますけど、もうほとんどね、フローズン、フローズンなんですよ、これ。冷凍なんですよね。まあ、あの、フリーズドライとありましたけども、ですから、特に、あのー、最初のフォアグラですか、これ。最初のやつですね。えー、冷凍っていうのが来てるんでね。あのー、 ぴったし感が一瞬見えるんですけど、冷蔵、生鮮冷蔵とかあーではないわけなんでね。そういうところを注意しながらやっていけば、早そ々うそう引っかからなくて済むかなというところはありました。で、まあ、あとは、小額合算につきましては、今回括弧、カッコ、番号つけてないですね。カッコ2番。これ実は小額になります。えー、3。 4番、少額になります。5番目、少額です。で、20万以下ですね。6番なんですけど、あの、えっとね、カッコ4と5はえいずれも少額 <coughs> なんですけど、遊税品なんで、えー、有税品同士の合算をします。ね、で、カッコ2番の貨物は、結果ですね、基本税率、これ無税になるので、 小額同士なんですが、合算できません。ということで、えー、カッコ2の貨物は、まあ、金額からしましてね、4つ目 D の欄に入ってきます。で、まあ、番号としては分類6番。ね。まあ、あの、これ E が付く番号なんですよね。で、カッコ4と5の貨物については、合算しても金額が大したことないので、E の欄に入ります。これが、<coughs> X。 で、まとまるものですが、<laughs> 番号としては、ね、14番。あの、これもね、いやらしいことやってきたんですよね。過去4と5の、えー、額加算をしたときに、価格は5番の方が高いけども、えー、税率は4番の方が高いので、有税品については税率が高い方の番号であるという指示に、もうとにかく丹念に従うと。ね。あのね、これまでやってこなかった、っていうか、犯してこなかったタブーをね、 今回やってきたというところはありますよね。えー、まあ、大体ですね、あの、高い方の税率の方が価格も高かったりしたんですよ、これまでの問題作りとしてね。ところがまあ、金額は逆にしてきてるわけですよね。だから、よく読んでねってことを言ってきてますよね。問題文、とにかくよく読んでく、えー、ちゃぶだいませと。こういうことになります、ね。で、まあ、あとは、 あ前のページになりますけど、加算要素だけはちょっと一言ね、言っときますと、カッ8番について、これはね、加算しないという結論です。これね、本法にある A 社とライセンス契約なんですよ。売り手とのライセンス契約ではありません。で、この A 社に払うわけですね。で、えー、A 社が保有する商標を付して、国内販売を行う権利ということですね。 でね、これ、売り手との輸入取引に、このえ商標権使用料の支払いが関係なくなってるんですよね。売り手との輸入取引に必要な支払いというふうに全く言えない内容なんで、だからこれはほっとけばいい。えホットケーキです。で、えー、っと、あとはあ、10番につきましては逆に、これはね、輸入取引に関連する手数料になっておりまして、しかも、 売り手買い手双方代理、これでほとんどもう、ね、えー、足さなきゃねと、入れなきゃねという話になっています。え輸入取りに関連,関連する業務の手数料ということですよね。しかも、双方代理の立場のものに払う。これが、買い手が支払うもの、520ベ米ドルですね。これは普通に足し算が必要。ですね。えー、ですから、以外には、 以外じゃないですね。ごめんなさい。えー、っと、そうですね。以外の方ですか。ごめんなさい。失礼しました。これにつきまして、えー、プラス520ドルの加算が必要になってくるということになりましたね。えー、で、それから、あのー、これトリュフですよね。トリュフについてなんですけどね。これにつきまして、6番目の貨物ですね。で、えー、無償提供の え、箱、容器の費用ですね。梱包、包装の費用ということになりまして、これはもちろんプラスということですよね。だから、えー、こういった、あ、加算要素、しっかり判断していただけたかなとは思いますが、いかがだったでしょうか。以上ですね。では、あ、輸出入,入申告書になりました。で、その他の問題ですね。気になるところ行っていきたいと思いますが、まあ、まずね、問いの第4問についてですよね。第4問につきましては、えー、まあ、映しますけど、 これがね、久しぶりに出たなという感じになりました。ね、で、この問題のやり方も、とにかく最後、結論こうなってるということであったわけですよ。で、この時点で5とか言ってる時点でね、はい、通則1はもう使う。えー、それから通則6も使うということで、他に何使うかなという見方になります。で、この時に、このね、えー、中身はここで確認しなきゃいけませんけど、えー、 結論はシャンプーとして分類しています。で、この中に、これですかね。有機海面活性剤。まあ、いわゆる石鹸とかの、えー、成分なんですけどね。えー、これが入っているということなのに、これを無視して、シャンプーですよと言ってる時点でね。この、34類の中ですね。石鹸、その他、有機海面活性剤を含有するシャンプー。ね、で、3305からまでに行きますよと。で、 34類には含みませんよと。これ使ってますよね。だから、えー、これを選ぶということですね。もう問答無用で最初1番選び、で5とか言ってるから6番選びと。で、この類中使ってるわけですのでね。えー、34類のこの類中選びます。となると、もはや、このね、中数の3、通測 3B は使ってないってことですよ。 シャンプーの方が重要だからという考え方、重要な特性を示しているからとして分けたわけじゃないのでね。えー、この類中に従ってただ分けただけなんでね。で、もちろん通則 3C は最初から論外なんで、という選び方になるわけですね。はい、でした。で、第5問は多分嫌だったと思うんですけどね。もうこれはね、1番と5番なんとか判断して、この2番知りませんよね、これね。一言言っておきます。腎臓コランダム。あのね、25類に、 いわゆる天然のコランダムというものが入ってまして、えっとね、研磨用の材料ということで入ってるんですよね。何かを磨いたりするための。天然コランダムだったら25類なんですけど、この腎臓コランダムってやつはですね、えーまあ、研磨したりするやつではあるんですが、腎臓になるとね、なんと28類の、えー、無機化学品の方に行っちゃうってことなんですよ。で、これ知りませんよね。 なので、これはしょうがなかったかなと思います。この問題は、1と5はなんとか、ね、選んでほしい、ね。で、2番がまあ、ちょっときつかったんですが、チョークはこれ96類、雑品の方になりますし、ダイヤモンドは、ね、71類の奇跡、半奇跡とかの方に行,け行かないといけないんですよね。ということで、3と4は取り除いて、2番どうするかだけの問題でしたね。ちょっときつい問題でした。はい。 で、第6問。これも一言。これはね、皆さん。前年度出たパターンですよね。で、えー、前年度出たパターンなんで、この数式とかありましたが、結局、原材料割合が50%以上だったら、原産品とするという、これを見てですね。で、FOB 価格が書いてありました。ね、FOB 価格4000円と書いてありましたんで、えー、そうか。じゃあ、この VNM。 非原産材料の価格の合計ですね。で、えー、これが半分以下だったら結果として50%になるのでね。まあ、こんな感じです。4000円の50%やっちゃうといいかなと思うんですよね。で、ってことは、VN M が2000円以下だったら OK だと、こんな風な判断をしてやればいいわけです。で、ちょっとだけ注意するのは、原産材料であるが、不明な原材料も含めて、非原産材料にしてますので、それだけです。で、これはもうあとをやるだけなんですよ。これさえ分かっておけば、 1>, 1番については ABCD 全部合計して、まあ、1800円となるんで、えー、2000円以下だから大丈夫。2番は ABCDE 合計して1900円で大丈夫になるから OK。3番は2500円超えちゃうからダメ。4番は1900円2000円以下だから大丈夫。5番は2600円超えちゃうからダメといった具合にやっていけばいいということになりますね。はい。で、あとは7番。これも定番 あただね、時計ですよね。時計でしかも、えー、その下にありましたんで、これはね、判断できたかなとは思います。この問題はね、えー。第7問も一応当てはめ問題なんですよね。まあ、1つ目は、以外の国の船舶これまずいですよね。えー、これは英国の船舶1、2番比較です。で、えー、3番については、 以外の国において採掘、これがまずいわけですよね。で、4番は、4番はね、これクズなんでね。で、英国において製造作業を行った際に生じたということ、これ OK になります。ですね。ですから1番ダメ、2番 OK、3番はダメ、4番 OK で、5番目、5番目もね、前に過去問でも出ています。これね、 この最初の部分ですね。他の国で生まれ生育していますけど、関係ないんですよ。今回の貨物は牛乳なんですよね。牛から得られた牛乳です。時計自衛国等である英国において生きている牛から牛乳が得られているだけなんで、全然問題なしということです。これね、えー、っと、基準としては、えー、4号のとこですよね。これですね。1の国。 動物生きているものから得られたせ物品と言ってるだけなんで、ここで動物自体の生まれも育ちも関係なし。3番じゃないんですよ。これ4番なんで。まあ、そういうところでありましたね。はい。では、第8問以下の計算問題についてですね。はい。計算問題ですね。あの、今回は、あの、いやらしい消費税の問題なくしてきましたよね。なので、まあ、あの、普通にやっていただければ、 やりやすい方ではなかったかと思います,です、ねえー。で、10番以降で課税価格でちょっと気になるところがあるかどうかなんですけど、まあ、第10問は、もうこれ単純にですね、えー、同種類児貨物取引価格からいきます。で、結局ですね、ね、はとほ、この2つの選択ということに結果になります。えっ、ー、と、まず同種ですよね。 それから X からということです。生産者は X。それから動詞か類似。で、他のやつはですね、まず類似だから、イロハニのにはもう除外。で、ロは生,生産者 Z なのでもう除外する。ね。で、イ、e、は類似だから除外するということになると、カか保で価格が最小のものを選べばいい となって、他のこと今回はなかったんで、低い方は今回5000円の方が低いですよね。よって、結局、えー、1台5000円で計算を進めていけばよしということになります。で、最後保険料は含まれていないのでね、保険料は加算するということを気をつければ、この問題はいけるかと思います。で、11問についてですけど、これもですね、えー、っと、 まあまあ普通にいけたかなという問題ではあるんですが、まあ一応ね、あの、えー、3%以内ならば、値引きにもクレームにもならないという話が乗っかっていて、この 1550kg が3%以内になるっていう計算はする必要があります。まあ具体的には全体5万5千キログ k g なんで、この計算をしておくと、 1650ですか、ね。これが出てきて、えー、この品質不良は3%以内に収まっていることが確認できます、ね、まあ以下はまあ普通に、えー、いけたかなと思います、ねでまあ。あとは12問ですが、12問もですね、えーっとまあ、ちょっといろいろ気になったところはあったかと思いますけど、半、まあ、分計算をしっかりするということね、6で割るということね。 それから、えっ、ー、と、一時金と書いてあるところ気になったと思いますけど、特許権の使用に伴う対価としてと、これはプラスが必要だということだということですね。ただし、これ6回分全部なんでね、6で割ってプラスするということですね。で、すでに含まれているこの特許権使用料はこのまま放っておくということですよね。はい。 まあそうですね。あと放送、これプラスすることもわ分かりかと思うんで、まあ課税価格は何とかなったかなというふうに思います。よろしいですかね。はい。以上、そんなところかなと思っています。でね、今回は、あの、14問とか、まあ15問とか、なんとかね、分類ですけどできてほしい問題だったかなと思いますし、えー、まあ、もう1問16問の当てはめ問題がありましたが、これもきっちり当てはめるとね、 えー、マスタードの粉から作るの大丈夫という判断で正解出てくるかと思います。まあ、あと最後に一言、17問。17問はですね、まあ、ちょっと変な問題ではありましたけど、この2番についてなんですが、えー、いわゆる ASEAN 協定なんですよね。で、ここのね、これ自体がおかしいんですよ。自ら作成できるかどうか、以前の問題としてね。 定約国原産品申告書あったっけってことですよね。この協定は定約国原産地証明書によって証明するものでしたからね。これ言ってる時点でそもそもおかしいと。こういう判断になります。えー、以上ですね。はい。それでは、大変お疲れ様でした。えっ、ー、と、えー、通貫実務について以上です。でも、試験全体の公表というか、総評一言ね、軽く申し上げたいと思うんですが、まあ、まずですね、あのー、 全体としましてはですね、今回は難しい問題と非常に優しい問題のギャップが例年以上に大きかったのかなという気はしています。えー、まあ科目的にも通関業はかなり優しい目だったかなという気がしているんですけど、えー、関税法は全体的に難しめなんですが、中でもすごくできる、すごく難しくてね、これちょっと何これパリコレ問題ですね。それに対して、 えー、逆に逆の逆パリコレね。なんで、これでいいのこの問題、簡単すぎるけど、大丈夫いい、ボンジョビいいみたいなね、えー、問題とのギ,ギャップが大きかったでしょうね。だから、難しい問題で、まあ、やっぱり気になっちゃうんですけど、そこを耐えてですね、ね今は耐えるときだと。どうせ簡単な問題が多数出てくるよという気持ちでやれたかどうかってとこだったかと思うんですね。まあ、通観実務については、難しいというよりは、 めんどくさかったですよね。あの、丹念に読まなきゃいけない。まあ、この傾向はずっと出ていたんですが、それに拍車がかかった感じがあります。ただ、よく見れば、みんな探せる。ね。えー、アルパカもアンゴラも出てくるわけだし、ですね。まあ、ご丁寧にポリエステルまで説明してくれちゃってましたから、今回ね。えー、なんで、まあ、あとは過去問のの重要性ですよね。過去に出たやつはやっぱりまた危ないっていうことですよね。特に今年、ね。 繊維と食材ですよね。申告書では一番出まくってるところなわけですよ。ですから、過去問の練習をよくやっていた方はね、やりやすかったはずなんですよね。まあ、そういったことを感じさせる試験でしたかね。えーまあ、最近の傾向は踏襲ですね、えー。で、できる問題を確実に取り切ること。えー、そして過去問の練習や貨物分類知識なんかはもうできる限り詰めておくことと。 いうねえー、これをしっかりできた方にとってはいけたのじゃないかなと思ってはいるんですけどね。2科目目が難しかったですね。はい。それでは以上でですね、えー、全体的な話としては、一旦ここで終わりたいと思います。いまはい。それでは皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあね、あの、とにかく、一旦はもう。はいうん えー、お疲れ様でしたということでもありますので、ね、はい、しっかり体と頭を休めてね、次のことを、ね、さらにまた前向きに、ねえー、検討していっていただければと思います。はいえー、お疲れ様でした,お疲れ様でした